ンネル桜田美沙央です。今日はポケモンのスターターデッキを開封していきます。イエーイ。やっぱいいよなこれね。ほらこれはねダメージだよ。こうやって相手にダメージ食らわせた時はこれプチプチやって相手にぶつけようねやつです。でな最近のはなんか良心的だからほら説明を QR コードでなんかできるみたいなんだけど、もう私たちのあれがあれだからさ、みんなは QR で説明を見てくれよなっていう。絶対に入ってるよん。ちなみに覚えてない。あ、いいいい。でということでピカチュウさんです。ピカチュウかわいい。いやピカチュウかわいいねこれ。でこれがこの QR を読み取ったらね、あの説明ができるよ、説明が見れるよ。で基本戦うのはですね60枚のカードから、これが全部でこれ全部でねできるからね、初心者の人はこれ同士で戦ったりしたらいいかもねみたいな感じだよ。自分もね、なんか全然このゲーム無理だなって思ってたんだけど、びっくりするほど簡単で、みんなにも始めてほしいなっていう気持ちが強いね。そっちのデッキはどうかな？はい、これはあれ、なんていうかな、鋼デッキの一番メインのキャラのジュラルドン V3。 イエーイ。で、あともう一つの無色デッキさんですよ。これも QR コードがついてるからみんなも始めよう。みんなも始めよう。うちはこれでルールを覚えました。イーブイです。イーブイはねこれかわいい、かわいい、なんといってもねかわいいんですよ。だからみんなもかわいさで選んでいいかもしれない。最初は多分本当に強さとかなんかこれがいいよっていうかキャラがかわいかった方がいいかな。あ、好きなキャラで戦うのが一番いいよ、続けられるって感じですね。まあ開封して きたんですけど、やっぱり付属のこの説明書みたいな QR を切り取った方がどう考えても分かりやすいので、みんなはこれで調べましょう。ワイワイチャンネル桜田美沙央でした。バイバーイ。バイバーイ。